アンセル・インデカス、インドガンは、カモモクカモカマガン族に分類される鳥類。アフガニスタン、インド、ウズベキスタン、カザフスタン東部、キルギス、タジキスタン、中華人民共和国西部、ネパール、バングラデシュ、ブータン、モンゴル、ロシア南東部、A1 日本では、1968年に千葉県、1972年に長崎県、 1986年に小笠原などでの記録があるが、カゴ抜け個体の可能性もある。種商名インデカスは、インドのノイで、和名と同義。バイカルコイ南のモンゴル高原などで繁殖し、冬季になるとインドなどへ南下し越冬する。全長71から76センチメートル。翌朝オス45から48.2センチメートル。メス40.6から46センチメートル。 翼海長140から160センチメートル。頭部の羽衣は白く、目後部と軸を覆う羽毛から後頭にかけて2本の黒い筋模様が入る。頸部の羽衣は黒く、側首に白い縦縞が入る。体上面の羽衣は単性灰色で、羽毛の外縁が白い。胸部から体側面にかけての羽衣は灰色で、後方に向かうにつれ黒みがかる。 腹部やおばき部を覆う羽毛の白い。お葉の色彩は黒く、先端と外側お葉は白い。くちばしと後足の色彩は黄色や大色。河川、故障、湿原、農耕地などに生息する。昼間は土手などで休み、夕方になると活動する。批判食地では大規模な群れを形成する。植生は植物食で草、種子などを食べる。繁殖形態は卵生。 4から5月に平均4個の卵を産む。放乱期間は28から30日。高度8000メートル以上の薄い空気の中で、ヒマラヤを越えて移動する、世界で最も高いところを飛行する鳥である。越冬地では飼料の対象とされることもある。初の県、名庁大図鑑、バーダー25巻1号、文一総合出版、2011年、21ページ。 ABCDEF 桐原正日本の鳥550水辺の鳥、文一総合出版、2000年、103ページ。ABCDEFG 黒田長久森岡博之監修、世界の動物分類と飼育、財団法人東京動物園、協会、1980年、27ページ。ABCDEFG 牧広造、大西俊一 日本の野鳥590平凡社、2000年87ページ ABCD 小学館の図鑑令帳小学館2002年136ページ BBC 地球伝説ありがとうございます